あいにくの雨ですよ。それでも元気に行きたいと思います。満車この雨なのに。嘘だろ。いやーすげえな、あの列。うわすごいよ、満車って。はい、お世話になります。小栗健一です。いや参りましたね。もう、今回は去年もね、この同じぐらいの時期に来た岡山の RSK バラ園っていうところで開催されるフロムウエストっていうイベントにね、ちょっと行ってみようと思って来たんです。なんですけど今日ね雨なんだよ、うん、で去年入場ってすごい並んだんすよね。で、それが嫌だったので、まあ今日雨だからそこまで混まないだろうと思ってちょっと時間ずらしてきたんですよ。そしたらなんとすごいな、並んでて、で駐車場も入れないし、駐車場まあまあ広いんですけどね、まあほんとなめてましたね。いけないっすね、うん、ということでちょっとね臨時駐車場に停めて開催地に向かいたいと思います。まあまあ遠いんだよ臨時駐車場。しかもまあでも臨時駐車場を用意してくれてるだけいいよね。これなかったらもうほんと大変よ。行きますか。まあまあ遠いよ本当に。もう駐車場がさまず長いもんね。これ歩いていかなきゃいけんのかっていうさ。ああもうまあもうまあもう、はあ、臨時駐車場からどれぐらい歩いたかな。10分ぐらい歩いたかな。もう駐車場結構広いけどもこんなに車止まってるもんね。駐車場何台ぐらい止まるんだろう。鳥取とかさ福山とかあるよ。車が広島もあるで、高松香川ある、福井とか、あ高知もあるよ、島根ある。あの余裕であるわ。もうほんとね年に1回のイベントみたいなんですけどね、年何回かやってくれたら岡山に返しが入ってきますよ。潤うよろしくお願いします。はい、やっと着きました。さっきなんかすごい行列があったんだけど、それはさすがに解消されてないされてないえ、もう10時21分なのにまだ並んでるんだけど嘘だろ。おほんま大変っすよこれ。寒い、ちょっと着込んできてよかったっすね。でもジーンズがもう濡れちゃってさ、冷たい、お腹冷えそう。フロムウエスト、人と物が集う場所。もう人は集いまくってるんでね、もうコンセプト通りですよ。あーやっと入れるよバラ園。え、ちょ待って、到着してから10分ぐらいかかってたわ。すごいね。あの、あはい、お願いします。ありがとうございます。チケットとなります。はい、ありがとうございます。フロムウエストたどり着いた。フロムウエストやっとたどり着きましたよ。はい、こんな感じ。なんかこうぐるーっと店舗が並んでるような感じなんですよね。すごいね、人がすごいよ本当に。でちなみに今回ねあんまり下調べしてきてないんで、どういう店舗があるかっていうのはねよく分かってません。あでもこういうのがあるんだね。まあでもちょっと一回とりあえずぐるっと回ってみたいかな。よし行こう。あーすごい、わーテディベアかな、すごい。うわーこれいいの、なんかもうずぶ濡れだけど大丈夫なんだろうか。こう出店してる人も大変だよねこれ、ほんまに。あー狭い、まあ、傘があるからさらにここマジで気をつけんと大変だで。これもうずぶ濡れじゃんここ。店舗ごとにテント用意してるんだ。ないところもあるんだね。ああもうすごい、お皿に水が溜まってるよ。こう植物系はね水やりが省略されていいのかもしれないですね、うん、スコーンとかね。あ
去年ここの梅干し買わせてもらったんだよな、美味しかったんだよな。手作り梅干し松本の方にさ。いや腹減った、腹減ったよ、なんか食いてえな、とりあえず。チキュウリ、おー、こんな感じで、ここに付け合わせがしかも4つも買ってて、あうまそう。あとでちょっとなんかいい接客してもらったし、あそこで食べようかな。てか飯どこで食うんだろう、これ。そことかで食えるよな飯。あちょっと早めにもう飯食っとく、マジでさっきのやつ食う、まあ、一周してから決めようか。あと奥さんにお土産買って帰らないといけないんでね、何がいいかな、なんか食うもん買ってこいみたいな感じだったんでね。傘ない方がいいねこれ、なんかカッパが正解だわ。おすげえのあんな、リンブーツかな、あリンブーツで来ればよかったんだよ今日そうか、今日はペコスで来ましたね、すごい染み込んでる本当何にも考えてねえ、やべえやべえ、小道具系がちょっと多い感じするな。服は今んとこあんま見てないっすね、小道具ね。あーもう動けん、傘がちょっと邪魔だね。これ飲食系、はあ、よいしょ、うわぬかるみまくってるなこれ、はいはいはい、よいしょ。そうだね、まとまってる感じしますね飲食系が。へえ、あうまそう、すげえいい匂い、うわうまそう、拭いてすいません、よいしょしょ、わ小さじ1、あ並んでんだ、並んでんのかな、並んでんのか、並ばんといけんか、並ぼう。もうでも早めにこれ並んどかないとなくなりそうな感じするからね。ベーグルか、うまそうだな、これと、あとスコーンと、あんバターってあります、あんバターない、あそう、じゃあこれとこれください。はい、ありがとうございます、どうもありがとうございます、ありがとうございます。買えた、よかった、買えたよ、すいません、ね、これも気になるな。さあ、フロランタンと、あ、クラヨシなんだ塩チョコマフィン、はい、いいです、はい、ありがとうございます、千と申します、あ、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございます。クッキー欲しいな、クッキー、はい、いいです、すいません、290円頂戴します、はい、おかわりしちゃったよ、はい、どうも、はい、ありがとうございます、よかった、買えたで、お土産、カレー飛んでんな、あら減ったな、まあ、とりあえずねお菓子系のお土産は買えたんでよかったです。パスタにちょっと浮気しそうになったんですけどね、あのニンニクの香りがちょっと暴力的でしたね。でもさっきのリゾットもちょっと気になってんだよな、あすごいね、なんかちょっとグラスとか欲しいかもな、後で見てみようかな。へっへっ、ああ寒い寒いで、あここはアクシスさんのブースですね、ここはアクシスさんの、まあ、アクシスナーフっていう、まあ、雑貨とか家具とか扱ってるお店さんが主催でやられてるイベントですね、うん、よっしゃ一周できたぞ、ちょっとでも真ん中見てねえな、真ん中、まあ見る前にちょっとさっきのリゾット食い行こうか、とりあえず近くになんか座れるところもあったんで、とりあえずご飯食べちゃった方がいいよね、
混む前にね。もう十分混んでるけど。で飯食って一軒ずつちょっと細かく見ていきたいかな。コーヒー欲しいな。あったけコーヒー欲しい。コーヒー欲しいよ。あーよし、混んでねえぜまだ。よっしゃ、どうも。さっきのじゃあリゾットもらっていいですか。ありがとうございます。パンも美味しそうだな。東京の富ヶ谷にあるウバンというパン、天然酵母とか。あ、そう、え、がお店なんですか。あ、それと私たちコーヒー屋で。あ、そうなんですか。はい、へー。あの今高田さん、ここのルバンのオーナーが、はい、高田さんっていう方がいらっしゃって、はいはい、その方とコラボ。ああ、そうなんですか。コーヒーやったりして。天然酵母パンの神様みたいな人です。すげえ。やばいっす。じゃあこれなんかもらわんといけんすね。なんかこれくるみかなんかですか。これはレーズンです。レーズン、なんかくるみ的なやつとかもある。くるみ、あ、これはめちゃめちゃ濃厚で美味しい。あ、じゃあそれもらいます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。コーヒーももらおうかな。コーヒーもらっていいですか。 ありがとうございます、はい、今日は水出しホットです。水出しホット、はい、ありがとう。まろやかで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。買えたぜ、嬉しい。ホットコーヒーが嬉しいっすよ、ほんま。あ、うまい。コーヒー、コーヒーうまい。あ、うまい。あったけ、なんかそこに座るところがあったんで、ちょっとそこの座るところに、よいしょ、座らせてもらって。まあ多分お尻は濡れるけどね。ああ、もう余裕でお尻濡れますね。でもまあそんなんしょうがないよね。ああ、もうダメだね。なんかそうだね、なんか。どこに座ろうかな。あそこにあるんじゃん、なんかいいとこ。屋根がついた。あそこに行こう。え、特等席じゃん。人いないじゃん。やったぜ。ラッキー。テーブルはないけどさ、まあいいよね。よっしゃ、来た、ラッキー。ああああああ、なんだ、どっかのなんだ、リゾットって言ったな。美味しそうなやつ買いました。これちょっと食いたいと思います。あ、美味しい。もうすでに美味しい。なんだこれ、スパイスの味がする。うまそう、うまそう。あ、結構ボリューミー。いただきます。あ、これなんだ、クミン、カレーのカレー味がしないバージョンの。まあでも美味しいです。なんか具材もいろいろ入ってて、これなんだろうね、酸っぱいナスみたいな。うまい。あ、コーヒーに合う、合う、コーヒーに合う。なんかコーヒーの、あの焙煎の香りがすごい立ちますね。あ、よかった、こんな屋根があるところ確保できてよかったよ、本当に。これ結構食い出がありますね。何人かで来たらもう分担して並んで、いろんなとこで買って、でそれをシェアして食べるのが多分ね一番楽しいと思うな。今日が僕の時なんで、まあ寂しく飯食ってますけど。うまい、バッチリでした。あ、うまかった。さあ行くぞ。いや美味しかった、よかったよ、ここを見つけれて。本当に一人で喋りながら食べれたし助かった。あ、すごいね。かわいい。なんかね、グラスとかね、ちょっといいのがあって欲しいっすよね。
おお、かっけえこれ、クラベラみたいな。うわ、エロいぞこれ、柄がすごいよこれ。すげえ。お、ちょっとここ見せてもらおうかな。ビーンブーツでよかったんだよね。おお、ヘルメットバッグがある。はい、焼きになりましたね。3800円、マックのやつ。よいしょ、ちょっとおしっこして。うわー、面白い店あったなこれ。おかけたらすぐうまいやん。うん、電化さの中おらん。かわいい、かわいい、かわいい。うん、うわ、人多いね、ここ。真面目に宣伝してる。なんかちゃんと材料を始めてくれてジャンクガーデン炭屋。ああ小道具。あ、ここはちょっと好きそうな感じのもんがありますね。そっち入られへん。あ、おお、すごい安い。レイニーセール18,000。ここでも折ってもいいし。はあ。あ、ラグとかありますね。かわいい。ちょっと見せてもらおうかな。お、レインセール9,000円、安い。わー、バンダナがすごいですね。バンダナな、バンダナな、バンダナちょっと詳しくないんで。好きな人ほんと好きだけどね。この間ちょっと教えてもらったのが、バンダナのこの4辺あるうちの1つが耳付きになってるやつはちょっと古いらしい。だからこれそうだよね。だからこっちはさ、折り返してるんだけど、こっちはもう耳使ってるんでちょっと古いらしいです。ざっくりした知識。あー、ラグあるな。あー、ラグいいな。なんなんすかこれ。かっこいい。うん、かわいいっすね。全部厚いんですね。うん、厚いっすよね。敷いてもずれない系ですよね。うん、かわいい。よいしょ。あ、これは欲しいな、5,000円。これね。うん、こいつが気になる。だ、あ、ラダー1枚らしいか。ありがとうございました。うわ、かわいい。Welcome to the from West。 はは、かわいいです。ほい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 。
古いもの買います。いやこれやこれおしっこしていいけどな、トイレどっかねえんだよ、どっかにはあるんだろうけど、はいはいはい、世界グローバルスタンダードではちょっとあれなんですけど、あの男尊女卑で男性しかこれ座れないすごいやつです。それは日本に来て、日本に来て、そうですそうです、日本に来て逆転します。このこれも可愛いでしょ、あ、そうめっちゃ気になったんだ、これもスツールなんですよ、リスマス、この子は肩に肩に行って居酒屋行って椅子、あの、なんだろう、居酒屋といってもお店みたいに日本椅子とかないんで露店なんですよ、でこういうの釣りて座って、ありがとうございます。すごいね、おしっこしたいよ、トイレないのかな、おしっことりあえずして、ほんまおしっこしたいよ、ああいいね、放浪とかね、スキレットとかかわいい、うわここでもほんま大変だねこれ、もうお面とか、なんかお面とか増えてる感じするな、お面とかあれなのかな、コレクターが買ってくるのかな、うわおしっこして、おしっこしたい、ちょっとこれが気になってんだよね、1500円、大きさ書いてくれたのありがたいですね、うんうん、このままだと食い物買って終わる感じするね、ほんまに、あ、バタフライがありますね、うんうん、うわすごい、もう大変これ後の処理が大変、ほんま売れたらいいけど、バレバレですが、みんなもう気になっちゃった、あの人体模型がさ、この理科室のやつじゃん、ヌーベイで追いかけてくるねえ、もう楽しい、わあすごいなここね、え、あ、はしごがある、これ使えるのかな、あーいい匂い、なんか薪の匂い、薪で焼いてんだろうな、パンだ、パンじゃなくてピザかな、あった、去年のファイヤーキング売ってたお店だろう、多分、あーそうじゃそうじゃ、あーよかった来れたで、いや去年もねここでファイヤーキング買わせてもらったんですよね、ね、去年は何買ったかな、白のやつ買ったんだよね確か、じゃあ、おー、ジェダイとかもありますね、かわいい、あ、ベンチいいな、かわいい、こんにちは、こんにちは、GoPro で撮ってるんですか、あ、撮らせて、大丈夫ですか、どうぞ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 、あ、これかわいいな、
あ、こういうじゃん、かわいいな。これ何のやつですか？ハルツグラフっていうメーカー。ハルツグラフ、はい、古いんですか？まあ、60年、70年代とか。ああ、そうなんですか。60年くらい前。アメリカでは結構人気で。ああ、そうなんですか、はい、なんかいいっすね、頑丈そうで。あの、使いやすいですよ。あ、じゃあこれもらおうかな。はい、去年も来られてましたよね。ありがとうございます。そうです、毎年来てます。去年は、はい、ファイヤーキング買わせてもらって。 ありがとうございます。今年はもう雨予報だったんで、今回で外で予報あったんで、そこにありましたもんね、去年ね。そう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 、本当はそういう予定だったんですけど、はいはいはい、まあ、仕方がない。いやね、大変ですね。ね、もう皆さんも条件同じなんで。福岡でしたっけ？はい、福岡です。福岡、そうですか。じゃあ3300円。はい、はいはい、ありがとうございます。来年もぜひ来てください。古着とかもやられてるんですか？はい、古着はやってないけど、ちょこちょこはあります。ま、YouTube、 はい、マリオンヴィンテージ&アンティーク、はい、じゃあ福岡に行ってきます。ありがとうございます。アイダス、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 よかった、今年も買えたで。あ、ここにあったんだ。ラダーがすげえいっぱいあるなと思ったんですけど、まあラダーなんでまだね、外に出しておいてもいいような気はするけど、これかっこいいな、これいいな、かっこいい。いや、よかった、買い物できましたよ。もうあのワイングラスとかもう割れまくっちゃって、ちょっと頑丈なやつ探してたんですよね。ちょうどよかったっす。いや、よかったよかった、いい買い物できたよ本当に。これかわいいな、これちょっと見せるよな。これも売り物ですか？あ、はい。これはおいくらですか？あ、下が7500円で、で8000円。ああ。もともとカメラ入れ。あ、そうなんですか。へえ。うわ、かっけ。かっけ。結構状態いい。へえ。うわ、かわいい。ああ、そうなんですね。かわいい。カメラが。一眼レフと昔のカメラだと思う。ああ、なるほど。かわいいな、うん。すいません、ありがとうございました。もうかわいいとこ見つけ。見せてもらったかな。これとかいいじゃねー、ヤンマー。ヤンボーとマーボーなんか新しくなったらしいですね、最近。うん、これも売り物ですか？これは何ですか？イギリスの。あ、そうなんですね。いい、おいくらですか？皆さんに聞かれて2万円になりました。あー、そうなんだ。ですよね、うん。まあ、レプリカでね、1万8000円から1万3000円ぐらいまで売られてますけど。あー、そうなんですか。へー、ですよね。やっぱ雰囲気違うんですね。うん、かっこいい。キャンプとかに持ってきたいな。ありがとうございました、すみません。これすげえな、チーズ削るやつだろこれ。これいいな、これ安いな、6000円。これいいな、これかっこいいな、玄関に置きたいな。うん、おー、ムーンスターじゃないのこれ。これムーンスターじゃないの。気になる気になる、ムーンスター好きとしてはさ。あ、
またこれ面白い、ね、代理店朝日商事って、朝日ってあの朝日靴のこムースターって書いてますね。代理店朝日商事、面白い。これなんだろうね、かっこいいね、すごいねこれ、雰囲気がある。なんでこの縛り方した。なんでいや面白いな、楽しませてもらったね今。やばい、おしっこがしたい、おしっこが。やばいよおしっこが。寒いしさ、トイレないのかな。あおしっこ、すごい、誰かは…ちょっとほんまの戦後1500円プラスしてもらう。うーん、ま密上手。ほんまね、お暴行にたまりまくっとるか。俺もよ。よし、じゃあもう帰ろうかな。いやーなー、だいぶ見たね、本当にありがとうございます。いや楽しかったわ。でももうおしっこが、よし行こう、出口、トイレ、やべやべ、トイレ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 、やべやべ、うう女の子は大変だね、こういう時。うん、はい、というわけで、いやーもう大変だったよね今日は。残念ながら雨で、やっぱね前回に比べてちょっと商品数は少ない感じはしたんですけど、それでもねやっぱ楽しめましたね。あとね服が少なかったですね、まあ、それも雨だからしょうがないのかなと思います。また来てよかったなと思います。また来年も来たいなと思っております。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。オリオンにて奥井銀次でした。ほいた。さあ歩いて帰るぞ、また。